パトリック・ヘルメスはドイツ・ケルン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。2007年から2010年までドイツ代表に選出されていた。父のウーベヘルメスも元サッカー選手でレバークーゼンのスカウトを務める。2003年8月、サンブリーグの SFG 年でプロデビューを果たし、17試合1得点の成績を残す。 翌2004から2005シーズン34試合に出場し21得点を挙げ得点王となった。この活躍で注目され一部の 1FC キルに移籍、三3部から1部への出世を果たした。2005から06シーズンは自身初の一部リーグでのプレイとなり13試合に出場し4得点を記録。しかしクラブは17位で2部に降格となった。 二部でのプレイとなった2006から07シーズン、19試合に出場し14得点を記録。得点ランキング4位体となる。二部ながら、驚異的な得点ペースに注目した A 代表監督のヨアヒムレーブに招集され、2007年3月28日のデンマーク代表戦で A 代表デビューも果たした。2007から08シーズン、 33試合に出場し17得点を記録。得点ランキング3位となった。また同僚であるミリボイエ・ノバコビッチが20得点を挙げ、得点王となり、クラブはリーグ戦3位で一部復帰を達成した。2008年5月には、ユーロ2008の代表候補26名に選ばれた。2008年夏、ブンデスリーガのコゴレバー空前に移籍した。 9月19日のハノーファー96戦で、ハットトリックを達成するなど、安定して、得点を積み重ね、リーグ4位の21得点を記録した。2009年6月、休暇中にサッカーをしていて十字人体を損傷し、6ヶ月ほど、長期離脱する見込みとなった。2015年6月19日に、現役引退と1、FC ケルン U-21 の、 アシスタントコーチに就任することが発表された。ありがとうございます。